クロスレビューチャンネル。はい、皆さんこんにちは、週刊ファミ通の神風長田です。今月のアシスタントはこの人。はい、週刊ファミ通編集部はたはたです。よろしくお願いいたします。はたさん、なんか久しぶりな感じもしなくはないんですけども。そうですね、はい、今月の5本はどんな感じですか。なんと今月は5本ともプラチナ殿堂入りという。すごいじゃないですか。結構すごい感じになって、はい、でそのうち4本が据え置きソフトになんとなっております。なるほど。季節的にすごい寒いんで、やっぱりね、家で、あったかい家でね、やるにはもってこいですね。ハトさん、ちなみに、なんか最近気に入ってる据え置きのタイトルって何ですか。フォルツァモータースポーツ3を。なるほど。プレイしてます。いや、ついに Xbox を買ったと。買っちゃいました。それで、やるゲームがフォルツァ。フォルツァです。渋すぎるじゃないですか。いや、もうフォルツァで。まあ、皆さんフォルツァやってみてはどうですか。はい。ですね、まあ、それでは、今月のね、5本いってみましょう。はい、では、今月の5本です。週刊ファミ通1086号から1089号までのクロスレビュー掲載タイトルの中から紹介、今月の5本。では長田さん、紹介の方よろしくお願いいたします。じゃあ、まあ、5本の1本目からいきます。じゃん。はい、忍者ガイデンシグマ2プラチナ殿堂35点です。新キャラの追加やバランスの調整が行われ、オンラインにも対応した忍者ガイデン2のバージョンアップ版、3人のヒロインも登場し操作も可能です。はい、まあ、360からの移植になるんですけども、はい、まあ、ただの移植じゃなくて、いろいろ改良されたりモードも追加されたりして、まあ、新作といってもね、こう遜色ない出来なんで、まあ、そのレビューのところもやはりその追加要素がたくさんあって、まあ、楽しめるとなってます。あのキャラクター追加されて、まあ、女性キャラ、そうですね、追加されたんで、この機会にね、はい、PS3 でやってみて始める人もいいんじゃないかと思います。はい、はい、続いて2本目、じゃん。はい、フォルツァモータースポーツ3プラチナ殿堂36点です。実在する400種類以上の車を収録したレーシングシミュレーター最新作、アシスト機能の充実と細かな難易度設定のおかげで初心者から上級者まで楽しめます。畑さん、おすすめのフォルツァですけれども、もうこれ言わずもがなのクオリティの高さですね。そうですね、もうほぼ実写といっても間違いないぐらいの、リアルなシュミレーターなんですけれども、はい、やっぱりアシスト機能がやっぱり隠しついてるのも初心者すごい嬉しいじゃないですか。はい、まあ、上級者はね、そこら辺全部オフにして、はい、もう実写さながらね、まあ、バリバリやる感じでやる感じでもいいんですけれども、はい、やっぱりアシスト機能がついてるので、もう畑さんみたいなね、初心者もね、はい、安心して楽しめますし、やっぱりそのね、走っていて気持ちいいっていうのがやっぱりレースゲームの大前提ですから、まあ、いろいろ楽しんでください。はい、はい、3本目、はい、 FIFA10 ワールドクラスサッカー、こちらプラチナ殿堂36点です。2009年から10年度のチームデータを搭載し、実在選手の最新コンディションをダウンロードすることが可能、新要素も多数追加され、さらにリアルなサッカーが楽しめるようになりました。はい、 FIFA10 ですけれども、まあ、これもかなり、歴史が長いサッカーゲームなんですけれども、はい、まあ、FIFA の売りっていうのは何といってもやっぱ FIFA 公認ってところで、まあ、実在する選手が多数出てくるっていうんですけれども、はい、今回はね、サッカーゲームとしてもさらにクオリティアップを図ってですね、まあ、さまざまな要素が追加されたんですけれども、はい、まあ、いろんなこう個人技が簡単に出せたり、あとはやっぱ360度ドリブル、まあね、アナログスティック、好きな方向に倒して好きな方向にドリブルできるっていうのが要素が追加されましたので、まあ、前作から引き続き10対10のね、はい、オンライン対戦できますから、もう本当に、まあ、1人からもう大勢まで楽しむサッカーゲームになってますので、まあ、サッカー好きはぜひチャレンジしてください。はい、ラスト2本、じゃん。はい、新女神転生トレンジジャーニープラチナ殿堂36点です。根強いファンを持つ女神転生の完全新作が Nintendo DS に登場、登場する悪魔はなんとシリーズ最大級の300体以上、ファン納得の本格的 RPG です。まあ、新女神転生のシリーズ自体の、ね、新作がすごい久しぶりというのもあって、ね、まあ、メガテンといえばね、もう本当に昔のもう FF ドラクエに並ぶぐらいのね、はい、大作が RPG として、まあ大ヒットしたんですけれども、まあ昨今はやっぱりその悪魔合体というのがいろんなこうところのね、RPG にこう、まあ概念的作品がまあ人気出てるんですけども、僕みたいなね、オールドファンからするとやっぱメガテンが
非常にねやっぱ懐かしくもあり、やっぱこう DS で出ましたけれども、やっぱ昔懐かしいメガテンがね再現されてるんで、携帯機だからといってねバカンできないボリュームですから、もう RPG ファンはもうぜひともチャレンジしてください。はい、じゃあラスト1本です。やん、アンチャーテッド黄金刀と消えた戦団プラチナ殿堂37点です。トレジャーハンターとして仕掛けや謎を解いていく冒険アクション、大迫力のグラフィックと壮大なストーリー展開で映画さながらの興奮が味わえます。はい、前作もねこれ、まあ、隠れた名作っていうか、はい、感じで非常に評価が高かったんですけども、今作もですねかなりパワーアップしてるんですけれども、今作の売りはやっぱりアクションゲームとしても気持ちいいっていうのもあるんですけれども、やっぱりその圧倒的なグラフィックのクオリティとやっぱ演出がすごいいいってことで、どん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 こう引き込まれて、もうやめどき失う、もうハラハラドキドキの連続展開ということで、ね、まあ、ハリウッド映画も顔負けのね、演出がやってるんですけれども、難しく感じるじゃないですかこういうの、キャンプの手のゲームって、ね、まあ、いろいろできるってことはいろいろしなくちゃいけないんですけれども、はい、割とこう簡単なアクションでね、難易度設定もこういろいろ自由にねいつでも変えられたり、ヒントとか応募機能も、ね、充実してますので、もう本当見た目的に難しいと敬遠しがちな人もぜひともこれやってほしいと思います。RPG にアクションといろいろとジャンルがありますね。そうですね、ジャンル的にもいろいろねありますけれども、注目すべきはやっぱりメガテンじゃないですか。まあ、僕みたいなこの昔からのゲームファンからするとやっぱりメガテンの最新作がいよいよ出ましたということで、はい、どっちかというと玄人受けするような難易度というか、もちろんその初心者にも優しい要素があるんですけども、メガテンはこうだろうみたいなね、はい、結構やり込み要素も強いんで全然、そうですね、やり込み要素で言えば、はい、やっぱりそのアンチャーテッドとか、忍者ガイデンシンガーですね。まあ、こちらは両方ともプレイステーション3のタイトルで、まあ、プレイステーション3、まあ、値下げもしましたし、やっぱソフトもどんどん揃ってきたんで、まあ、1人でももちろん何度もやり込めますし、その長い間プレイできるっていうのは非常に良質なアクションゲームかと。 FIFA 10と FIFA 3ですけど、そうですね、まあ、はい、こちらはやっぱりその圧倒的なリアルさっていうのがやっぱり売りなんで、まあ、実際のサッカー、実際の車を見てるかのような美麗なグラフィックなんで、やっぱりハイデフのね、ハイビジョンの大きなテレビでやってほしいと思います。気になったタイトルがあったら皆さんぜひプレイしてみてください。では次のコーナー参りましょう。今月のピックアップタイトルです。今月は37点を獲得してプラチナ殿堂に輝いたプレイステーション3用ソフト、アンチャーテッド黄金刀と消えた戦団をピックアップ。今回こちらのタイトルを紹介してくれるのはこの方です。どうもこんにちは、週刊ファミ通でアンチャーテッド、の記事を担当した平翔平と申します。よろしくお願いします。で、翔平君初登場ですけど、はい、緊張してません？大丈夫ですか？ど緊張してます。あ、それ、まあまあ、緊張なんかしなくていいんで、はい、まあ、このゲームちゃんとしっかり紹介してくださいね。はい、しっかり。まあ、このアンチャーテッド、まあ、前作も一応出てるんですけれども、はい、もう前作からグラフィックがすごいよね。そうですね、エルドラドの秘宝の頃からもうすごいと言われてたんですけど、今回さらに磨きがかかって、はい、映画的演出もグラフィックももうかなりすごいもの。そうですね、はい、なんか、まあ、プレイする映画みたいなキャッチコピーもついてますからね。そうですね、かなり演出がすごいゲームで、はい、すごい派手なアクションも楽しめちゃいます。なるほど、はい、まあ、派手なアクションっていうとなんか操作方法難しく感じますけれども、そんなに難しくないんでね、操作。そうですね、アクションも簡単操作でいろんなのを楽しめて、うん、謎解きの部分とかって意外と難しそうなイメージがあったりするんですけど、ね、はい、謎解きもかなりもう細かく段階で分けられて、はい、ゲーム中いつでも選択可能なんですね、はい、さらにそのヒント機能があって、あ、それのオンオフもできるので、なるほど、まあ、誰でも簡単に難易度選択もできるし、ヒント機能オンオフもできるから、はい、まあ、はい、それぞれのプレイヤーがその合わせて自分で選べばいい。はい、そうですね。なるほど。で、ストーリーはね、なんか王道的な、なんかハリウッド映画的なね。トレジャーハンターがマルコ・ポーロの戦団の、うん、宝を追って、ああ、遺跡を。なんかね、インディーなんちゃら的な感じがしますよね。はい、はい、ジュニちゃんの夜やってるような感じの、はい、特に一番すごいのが、はい、のっけからもうどぎも抜かれるような、あ、もうハイテンションになるようなの、はい、もうシーンから始まるんで、なるほど、ぜひ遊んでいただきたいと思います。なるほど。それでは、まあ、初心者もできるってことですから、はい、まあ、オープニングからちょっと畑さんにね、はい、実際プレイしてもらってどんなもんかをね、見ていきたいと思います。はい、ぜひ、はい、第1の危機一髪ですね、はい、何これ、何ですかこれ、
なんか部屋が主人公がネイト・ドレイクと申します。どこだここは。なんか乗り物、なんか宇宙ブラリン的な。おーい、あこれもしかして天井釣り。あ、危ない危ない危ない。あーい、おい助かる助かる。これいや助かんなかったゲームオーバーでしょ。なんかドキドキしてる。すげえなこれ。ここ あらあらこっからゲームが始まります。これ何登るんだよね。まずは裏側に回り込んでください。裏側裏側どっち。列車の 裏側に回り込んでください。こっちこっち。はい、この電車が崩れ落ちる前に。あ、やばいやばいやばい。あ、そっかそっかそっか。上にもうタイヤ側だ。タイヤ側ほらそこだとほら登れるから。あ、ほらうおマジっすか。そうそうこのグラフィック。うわっ、ちょっと手離しちゃった。あら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 ちょっとちょっと。あ、そうそうそう、そういうの。そのまま上行ってください。上上上。ほらほら、そこ上。そのこのパイプを伝って上に行ってください。そうそうそう、上で。ちょっと。ちょっと。あ、ちょっと待って。ジャンプジャンプジャンプ。あ、危ない危ない。そこのそこのそこに捕まって捕まって捕まってジャンプ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 。そこで上登って上登って。はい、上登んない。はい、上に登って。上。そう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 。来た来た。落ちっからね、落ちっからね、絶対に。いけいけいけ、はい、早く。はい。早く。中中中中入って。おっさん早く走って。そう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 。いけいけるいける。崩れる。じゃーん。おお、おめでとうございます。というオープニングから。手に汗握ってきてこう。すごいもう手汗かいて。もうすごいよ俺。それはちょっと汗ばんだコントローラーで申し訳ないんですけど、はい、次のステージをぜひ長田さんにやっていただければと。はい、次の場面はあれですね、あの市街地のプレイになります。はい、まあ僕はね、はい、うまいっすからもうネイトがとか出てきたとこいついつもあいつ配ってるいつもピンチみたいな。銃持ってるよ、銃持ってる、はい、あ、なんだよ。ええ車が逃げながら撃ってください。あぶない、あぶない。おい、ちょっと待って。逃げながら撃って逃げてください。電撃ですね。いやあ、あぶない、あぶない。もう走りながらっていうか、もう走ってしかない。あぶない、あぶない、あぶない。おいおい、危ねえ。おい、なんとか一回もやり直しちゃったけどねまあこういう場面がありまして。なるほど、はいはい、ここから、まあ、市街戦っていうんだから戦闘が始まるんですよね。はいはい、大規模な銃撃戦に突入します。まあ藤野君にとりあえずやってもらいたいんですけど、はい、どうですか。わ、はい、かりました、じゃあ僕がやらせていただきます。はい、このゲームこれあの障害物に隠れながらこう進んでいくことになります。はい、でこう適当な障害物を見つけて、まだこれ気づかれてないので、なんかもうこれも本格的な、ね、はい、アクションゲーム、はい、あの TPS 腕前がすごい上がれば、はい、敵に気づかれずにステルスアクションだけ倒して銃撃戦を回避できるんです。なるほどね。こいつを、あ、おお、すごいすごいすごい、これかなり本格的じゃん。おお、すげえ。こういう風な形で、しかもなんか簡単そうにやってんね。そうです、あのボタン1個で今全部できたので、うん、でもうこれから RPG とか結構銃撃戦に行きます。銃撃戦ではこう隠れながらこうこう撃っていくようなスタイルになりますね。うん、すごいすごい。で敵がいっぱいいるところに関しては、うん、こう手榴弾を投げて、うん、あ特にね、あの盾持ってる、ね、はい、あの盾持ってるやつがもう銃弾が通用しないので、うん、こうやって銃撃戦も楽しめるのがこのゲームの売りで、うん、これね、こう TPS のシューティングだけじゃなくてアクション的な要素も多いですよね。はい、そうなんです。うん、最後にですね、はい、あのゲーム中盤ぐらいのチャプターをまた長田さんにプレイしていただきたいと思います。はい、はい、このチャプターはどういった特徴があったり。あーそうですね、中盤のクライマックスのシーンでして、あの暴走する列車の上で主人公のネイトが敵を戦うというシーンです。暴走しちゃうんですから、ね、列車、はい、列車の上から、はい、おい、なんかいきなりヘリから攻撃されてるところ。おい、ちょっと待って最初ちょっと落ち着きましょう、まず
あ、まずここで、まずで、まずここで、はい、ぶら下がって、はい、ここでカメラを戻して、戻して、はい、上に登って、あ、危ない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 、上登ると信号機がぶつかっちゃうので、危ない危ない危ない、危ない危ない、この信号機を、そうです、で、あのヘリは、危ない危ない危ない、ヘリはとりあえず無視して先に進みましょう。危ない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 、来た来た来た、おいおい。ジャーンプ、よし、危ない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 正面にいます。素敵です素敵です。四角ボタンで、四角ボタンで殴れます。おい、危ない、やばい、めっちゃいる、危ない危ない、おー、めっちゃ倒してる。すごい危ない危ない危ない。 RPG を拾って、あ、なんか強そうな武器ですね。はい、L1 ボタンで狙いをつけて、で、ヘリに撃ってください。切れた、えい、ヘリが、今離れたんで、はい、奥にあるバルブを回して先に進んでください。四角、丸、三角、三角です。やばい、あ、おっと、早く回せ。おいよ、危ない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 、俺どうすればいい。おい、すごいぞ。お、びっくりしたと、まあすごい、こういった、危ねえ。あー、なるほど、はい、もう映画みたいな見どころがたくさんあるゲーム、よかったわ。いや、もう本当のほんのごく一部だと思うんですけれども、はい、まあ、プレイしてみてね、すごいやりごたえがあるというか、もうハラハラドキドキのミッションがたくさんありますね。はい、そうですね、実際あのプレイしてもすごいあのドキドキするんですけど、隣で見ててもかなりも声をいっぱい出しちゃうような。そうだね、これ一人でやるとみんなで集まってね、うん、やって、はい、おーいとか言って盛り上がるよね。はい、まあ、見た目が派手だっていうのももちろんやりごたえあるんですけど、はい、やり込み要素っていうのがあるんですか。はい、あります。ゲーム中にポイントを貯められるんですね、うん、でそれを貯めることによって、はい、いろんなコスチュームだったりとか、はい、武器だったりとか、はい、まあ、そういったあの部分も、じゃあそういったおまけ要素もあるっていうことなんで、はい、なんか繰り返し遊ぶ。そうですね、何時間も遊べますね。なるほどね。プレイステーション3を持ってる人にはもうプレイしてほしい。絶対アクションゲームファンも絶対遊んでほしいですね。そうですね、はい、ぜひ機会があったらプレイしてみてください。はい、やっぱこういったいいゲームが新大きく出てくるとゲーム業界盛り上がりますよね。そうですね、 PSP GO とか DSiLL とか出て、ああそうですね、まあ、携帯機もどん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 、はい、どんどん盛り上がって、 PSP GO がかなり触ったり実際してみたんですけど、すごいコンパクトで、そうですね、おしゃれだからね、はい、女の子にはやっぱいいんじゃないですかね。そうです、ちょっともう一台買っちゃおうかなみたいな。あ、まあいろいろこうゲーム業界盛り上がってきたなっていう気がしますんで、はい、まあクロスリビューチャンネルではもうどんなゲームもね、はい、いいゲームだったら取り上げますので、よろしくお願いします。それではまた来月。さよなら。